宮の沢駅は、北海道札幌市西区宮の沢一条1丁目に、ある、札幌市営地下鉄東西線の起点となる駅。駅番号は、T01。一面二線の島式ホーム。電車は新札幌側の点鉄機から空いている方のホームに侵入し、折り返し運転を行う。西側は留置線となっており、それぞれ一編成ずつ留置が可能である。ホームと改札の間には、 エレベーターエスカレーターが設置されている。エスカレーターは第通駅などと異なり、上りと下りで逆を向いて設置されている。当駅と隣のハッサム南駅のホーム内装は他の東西線の駅とは異なり、開業時期の近い東方線の島式ホーム駅に順次他デザインとなっている。出口は7カ所あり、地上へのエレベーターは1.46番出口に設置されている。 5番出口、バスターミナルへの通路は長く、この間には札幌市営地下鉄の駅で唯一の動く歩道がある。1番出口は南北線、麻生駅1番出口同様、階段を一度降りてからまた登る構造になっており、出口へ通じる通路の途中にも通路移動のためのエレベーターが存在する。さらに、防犯の都合上、23時30分以降は閉鎖される。 定期券売り場を設置している。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は14,504人で、微増傾向にある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。声優宮野沢店札幌市障害学習センター地エリア、札幌市定年期年間石屋チョコレートファクトリーハッシサム、宮野沢、西町北の三地区が、 ちょうどぶつかるところに立地。宮野沢バスターミナルが設置されており、駅と地下通路で接続している。また、バスターミナルのほか、北海道道124号宮野沢北1、乗船沿いに、西町北20、丁目停留所があり、小樽方面の高速バス等が発着している。ありがとうございます。